今日の晩ご飯は、倒した牛の筋肉で作ったもやしと炒めたやつやつというか、焼肉のタレで炒めたやつです。あとはいつも作るナスの揚げ浸しって言っても揚げてないやつ、オリーブオイルで炒めるやつ。今日はネギもトッピングしてみました。あとは小松菜とちくわ、ちくわはちくわの中にごぼうが挟まってるやつ、あれをお肉の代わりにやって、あとは卵でとじてみました。今日は結構ヘルシーメニューです。ではいただきます。